はい、和正です。今回はこちらお迎えの動画となります。今回お迎えしたのはヤフオクで、まあ、購入した生態にはなるんですけど、初めてねその姿を見た時は、まあ、衝撃的な可愛さで、まあ、これはね必ず手に入れたいなと思って、まあ、ヤフオクをね覗いたら出品されていたので、もうすぐにね購入しました。こちらになります。もう分かる人には分かると思います。 SNS とかでもねわらび餅ガエルとして、まあ、紹介されている、まあ、この生態なんですけど、まあ、その姿がね非常に可愛くて、まあ、なかなかね手に入らないと言われております。まあ、自分は数ヶ月前にね、まあ、初めて見て本当ね可愛いなと思って購入しようと思ったんですけど、まあ、どこにもね販売されていないので探していました。でその生態っていうのがこちら、アメフクラガエルと言います。まあ、約ね1日輸送されてきたので、まあ、かなりね心配してたんですけど、まあ、動きませんけど大丈夫そうですね。口のあたりが動いてますね。そして触り心地はプニプニしております。アメフクラガエルは、まあ、基本的には土の中で生活しているので、まあ、普段はね姿を 見れないと、言われております。本当に土を飼っているような感じになると、言われていますけど、やっぱりねこの姿を見たいので、まあ、今回購入しました。いつかね、まあ、飼育してみたいなということでずっとね、勉強というか、まあ、生態について調べておりました。まあ、なのでもうねすでに、飼育環境というか、飼育するね容器とか、まあ、準備はね、しておりました。いやーこうやってね見るとほんと可愛いですよね。1匹の値段がね、まあ、ちょっとね高いので今回はね1匹しかお迎えできなかったんですけど、まあ、何匹かね、飼育したいなと思っております。多頭飼育ですねしたいなと思っております。まあ、とはいえね、まあ、この生態についてはあまりね多くの情報っていうのはないなといった印象があります。なので繁殖とかもね、結構難しいんじゃないかなと思っておりますけどね、まあ、子供とかね見てみたいなと思います。そして準備していた、まあ、飼育環境っていうのはこちらになります。発送で使ってもらってる容器の中のね土と一緒で、まあ、赤玉土をね、今回選びました。そしてその下には黒土というんですかね、まあ、それをね、敷き詰めております。そしてあとはね食器のトレー、こういうトレーにねもう水をね入れているような感じの、まあ、これがね、まあ、飼育環境となります。まあ、あと、飼育の温度なんですけど25度ぐらいが、いいと言われております。まあ、この部屋は常時ね、ヒーターを入れているような感じになりますので、まあ、25度は十分ある。まあ、30度以下25度以上ぐらいね、保っているような環境となっております。まあ、そしてねこの子を移動させようと思ったんですけど予想以上に柔らかすぎて落としてしまいました。まあ、けどね大丈夫そうですね。体が柔らかいので、まあ、なんとか大丈夫そうです。まあ、こんな感じで、まあ、水をね入れておけば喉が渇いた時にね、上がってきて、まあ、お腹でね水分を補給するかなと思います。そして乾燥しすぎないように、まあ、赤玉土にね、水を霧吹きで吹きかけて、まあ、乾燥をね防ぎたいなと思っております。まあ、湿度ですね、湿度を保ちたいなと思っております。まあ、あと
使ってる水に関しては、カルキを抜いた水を使用しております。カルキが入った水っていうのはね、人以外は良くないなと思うので、カルキを抜いた水を使用しております。いや、動く姿がめちゃめちゃこれ可愛いですよね。もうちょっとね接近してみたいんですけど、うちに来たばかりなのでしばらくね、触らずに様子を見ていこうかなと思います。餌はコオロギをね入れておこうかなと思ったんですけど、1ヶ月に2回ぐらいね、土から掘り起こして、その時にね餌を与えようかなと思ってます。またねその餌やりの動画は、アップしていきたいと思っております。その時に、この子をねじっくり観察したいなと思います。今日はねそっとしておこうかなと思います。いや、それにしてもねこのフォルムはねもう癒しでしかないですよね。ちょっと真正面からは見れないんですけど、このねほんとフォルムやばいですね。いや、そしてこの歩き方、いやー、かわいい。そしてねカエルっぽくないこの手足ですよね。特に短いんで余計可愛さがね出てきてますよね。そして正面から見たらねほんとカエルっぽさがないので、可愛い。いや、ほんとね可愛いなと思います。あとねちょっとこのトレーにね、トレーと土にねだいぶ段差がありますので、少しね埋めてあげたいなと思います。ゆっくりね、今度環境を整えていこうかなと思っております。コオロギもね、小さいサイズ、口に合わせた小さいサイズを、準備してね、また今度ね餌やりの動画をアップしたいなと思います。今後ね、また生態を増やしていきたいと考えています。気になる方はねぜひチャンネル登録していただければなと思います。はい、というわけで今回は初めてねアメフクラガエルを購入したといった感じの動画となりました。今後もねこのアメフクラガエルについての動画をね上げていこうと思います。いやー、ちょっとね可愛いですね。それではご視聴ありがとうございました。